ロックインジャパンフェスティバル2024で b f ァー s t が見せた圧巻のパフォーマンス b f ァー s t のパフォーマンスが生んだ感動の涙ロックインジャパンフェスティバル2 0 2 4 8月の暑い日差しが降り注ぐ中千葉市蘇我スポーツ公園は音楽ファンであふれ返っていました今年のロックインジャパンフェスティバル2 0 2 4には多くの注目アーティストが出演しその中でも特に話題となったのは b f ァー s t のステージでした b ファーストはその独自の音楽スタイルとエネルギッシュなパフォーマンスで観客を魅了し、彼らの音楽が持つ力を改めて証明しました。このフェスティバルに初めて参加するファンも、何度も訪れているベテランのファンも、その瞬間を一緒に共有し、熱狂の渦に巻き込まれていました。音楽は時に魔法のような力を持ち、日常の喧騒から解放される瞬間を与えてくれます。 B.First のパフォーマンスは、まさ,さにその魔法の一端を垣間見せてくれました。ステージが始まると、B.First のメンバーたちはまるで一つの生命体のように動き出しました。その動きには一糸乱れぬ統一感があり、観客の目を引きつけました。ダンスと音楽が完璧に融合し、見るものすべてを魅了しました。彼らのステージは、単なる音楽の演奏にとどまらず、 視覚的にも聴覚的にも楽しめる総合的なエンターテインメントとなっていました。特に印象的だったのは、メンバーのジュ純ンがサンバイザーをなくしてしまったことを笑い話にする場面です。この一瞬の出来事が、ステージ上での緊張感を和らげ、観客との距離を縮める役割を果たしました。観客は彼らと共に笑い、共感し、さらに一体感を深めました。また、旅キが観客に、 7.8倍の水を飲め、と冗談交じりに言った場面も印象的でした。フェスティバルの熱気に包まれる中で、観客はその言葉に従い、大量の水を飲んで熱中症対策をしました。これもまた、b ファーストが単なるパフォーマーではなく、観客の健康や安全にも気を配る存在であることを示しています。彼らの音楽はもちろんのこと、その人間性もまた、多くのファンを惹きつける要素の一つです。 ライブが進むにつれ、観客はますます彼らの魅力に引き込まれ、ステージの終わりには歓声と拍手が鳴りやみませんでした。この日のステージで披露された楽曲の中でも特に注目を集めたのは、ハッシュハッシュです。この楽曲は、b フ f i r s t とアティーズがコラボレーションした作品で、2つの異なる音楽スタイルが見事に融合しています。息を呑むようなケミストリーがステージ上で展開され、 その瞬間を見逃すまいと観客は目を凝らしていました。音楽フェスティバルは多くのアーティストが集まり、その日一日だけの特別な空間を作り上げます。ロック・イン・ジャパン・フェスティバル2024も例外ではなく、その一瞬一瞬が観客の記憶に深く刻まれるものでした。フェスティバルの会場には多くのブースやアトラクションが設けられており、音楽以外にも楽しめる要素が満載でした。観客は音楽を楽しみながら、 友人や家族と一緒に食事を楽しんだり、グッズを購入したりと、一日中楽しむことができました。特に b ファーストのグッズは飛ぶように売れ、多くのファンがその日だけの特別な記念品を手に入れました。また、フェスティバルの会場には大きなスクリーンが設置されており、ステージから遠く離れた場所でもそのパフォーマンスを楽しむことができました。このような配慮が、フェスティバルの成功につながったと言えるでしょう。 音楽フェスティバルは、アーティストと観客が一体となって作り上げる特別な空間です。その場にいるすべての人が音楽を通じてつながり、共感し、楽しむことができるのです。ロックインジャパンフェスティバル2024も、多くの人々にとって忘れられない一日となりました。そして、その中心には常に音楽がありました。音楽は人々の心を動かし、感動を与える力を持っています。 b ファーストのステージは、その力を最大限に引き出し、多くの人々に感動を与えました。フェスティバルが終わると、観客はその日の思い出を胸に家路につきました。疲れた体を引きずりながらも、心は満たされ、次のフェスティバルを楽しみにしていることでしょう。音楽の力は偉大であり、その力を感じることができるフェスティバルは、まさに魔法のような場所です。b ファーストのパフォーマンスは、 そののの魔法を体験するたための一つの鍵となりました彼らの音楽が持つ力と、その人間性が、多くのファンを魅了し続けています。今回のフェスティバルでは、多くのアーティストが参加し、それぞれの個性を生かしたパフォーマンスを披露しました。シャイトップ、シンガーズ杯、ディッシュ・テトラ、テレ、ノブル・コア、BMSG ・ポッシーといったアーティストたちが、観客を楽しませ、その一日を特別なものにしました。 音楽フェスティバルは、多様な音楽が一堂に会する場であり、それぞれのアーティストが持つ独自の世界観を楽しむことができるのです。観客はその多様性に触れることで、新たな音楽の魅力を発見し、音楽の幅広さを実感することができました。ロックインジャパンフェスティバル2024は、その多様な音楽とエネルギッシュなパフォーマンスで、多くの人々に感動を与えました。 b ファーストをはじめとするアーティストたちは、その音楽とパフォーマンスを通じて、観客に忘れられない瞬間を提供しました。音楽は言葉を超えて人々をつなげる力を持っています。そして、その力を最大限に引き出すことができる場が、音楽フェスティバルなのです。ロックインジャパンフェスティバル2024も、その力を感じることができる素晴らしい一日となりました。観客はその日の思い出を胸に、 ままた次のフェスティバルを楽ししみにしています。音楽の力は偉大であり、その力を感じることができるフェスティバルは、まさに魔法のような場所です。ロック・イン・ジャパン・フェスティバル2024での一日が終わり、家に帰った観客たちは、まだその余韻に浸っていました。SNS には、その日の思い出や感動の瞬間が次々と投稿され、多くのファンが共感し合い、再びその場に戻りたいという気持ちを共有していました。 特に B、ファーストのパフォーマンスについては、彼らの楽曲がいかに素晴らしく、ステージ上での表現力がいかに高いかについて、多くの賞賛の声が寄せられていました。彼らのパフォーマンスを目の当たりにした観客たちは、そのエネルギーと情熱に圧倒され、感動の涙を流した人も少なくなかったようです。彼らの音楽が持つ魅力は、単に歌やダンスの技術だけではありません。メンバーそれぞれの個性が光り、 その個性が見事にに調和しているところにあります純音のカリスマ性、旅のユーモア、そして他のメンバーたちのそれぞれの特技や魅力がステージ上で一体となり、観客を魅了するのです。このようなパフォーマンスができるのは、彼らが日々努力し、練習を重ねてきた成果でもあります。その努力が報われ、多くのファンを感動させる瞬間が、ロックインジャパンフェスティバル2024で実現しました。 音楽フェスティバルは、アーティストと観客が一つになり、共に楽しむ場です。その中で、b フ FIRST は観客との一体感を強く感じさせるパフォーマンスを披露しました。彼らの音楽には、人々の心をつなぐ力があります。そして、その力を最大限に発揮する場が、今回のフェスティバルでした。観客はその一瞬一瞬を大切にし、また次の機会を楽しみにしています。 ロックインジャパンフェスティバル2024は、多くの人々にとって忘れられない一日となりました。音楽の力を感じ、共に楽しむことができるこのフェスティバルは、まさに音楽の魔法を体験する場です。b ファーストをはじめとする多くのアーティストたちが、その魔法を観客に届け、共に素晴らしい時間を過ごしました。次回のフェスティバルでも、さらに多くの感動と興奮が待っていることでしょう。 音楽は人々の心を動かし、感動を与える力を持っています。そして、その力を感じることができる場が、音楽フェスティバルなのです。ロックインジャパンフェスティバル2024も、その力を感じることができる素晴らしい一日となりました。観客はその日の思い出を胸に、また次のフェスティバルを楽しみにしています。音楽の力は偉大であり、その力を感じることができるフェスティバルは、 まさに魔法のような場所です。B ・ファーストのステージが終わった後、観客はその感動を SNS に投稿し、多くの人々と共有しました。彼らのパフォーマンスがいかに素晴らしかったか、その瞬間を一緒に共有したいという気持ちが溢れています。音楽フェスティバルは、一つの大きな家族のようなものであり、そこに集まった人々は音楽を通じてつながっています。そのつながりが、 さらに多くの感動と喜びを生み出しています。フェスティバルが終わった後も、その余韻は長く続きます。音楽の力を感じ、共に楽しむことができるこの場は、多くの人々にとって特別なものであり、次のフェスティバルが待ち遠しく感じられることでしょう。音楽の魔法は永遠に続き、その力を感じることができるフェスティバルは、まさにその魔法の一部です。ロック・イン・ジャパン・フェスティバル2024も、 その魔法を感じることができる素晴らしい一日でした。観客はその日の思い出を胸に、また次のフェスティバルを楽しみにしています。音楽の力は偉大であり、その力を感じることができるフェスティバルは、まさに魔法のような場所です。b ーファーストのパフォーマンスは、その魔法を体験するための一つの鍵となりました。彼らの音楽が持つ力と、その人間性が、多くのファンを魅了し続けています。 彼らのパフォーマンスを見た観客は、そのエネルギーと情熱に圧倒され、感動の涙を流しました。彼らの音楽が持つ魅力は、単に歌やダンスの技術だけではなく、メンバーそれぞれの個性が光り、その個性が見事に調和しているところにあります。純音のカリスマ性、旅気のユーモア、そして他のメンバーたちのそれぞれの特技や魅力がステージ上で一体となり、観客を魅了するのです。音楽フェスティバルは、 アーティストと観客が一つになり、共に楽しむ場です。その中で、b ファーストは観客との一体感を強く感じさせるパフォーマンスを披露しました。彼らの音楽には、人々の心をつなぐ力があります。そして、その力を最大限に発揮する場が、今回のフェスティバルでした。観客はその一瞬一瞬を大切にし、また次の機会を楽しみにしています。 ロックインジャパンフェスティバル2024は多くの人々にとって忘れられない一日となりました。